磯の声門磯の声門明治36年6月11日は幕末から明治にかけて大阪を中心に活躍した実業家長戸国阿武郡出身18歳で下関に出て米相場を学ぶその後開栄4年大阪へ出て23歳で大阪道島に米国賞を開店。米相場での勝負は続け26歳の時に距離を得 長者番付に名を連ねる。明治維新後は、取引の禁止されていた道島米市場の最高に、尽力、明治4年に、道島米会所創設、初代頭取となる。明治11年の大阪商法会議所設立に、際しては、五代友厚らと共に発起人となり、その後明治24年7月より、明治27年3月にかけて、 大阪商法会議所四代目会頭を務めた。明治16年には大阪株式取引所の頭取に就任。大阪株式取引所のための機関銀行設立を目的に藤田伝三郎、岩下清智香ともに北浜銀行を創設。広報来落で気略に富むとともに人情味あふれた人物と言われる。家人の着物も売って借金をしても 相場を続け距離を得たという逸話もある、相場主として語り継がれているが、明治3年に政府の政策がもとで米価が冒頭し支柱が困り果てた際に手持ちの在庫を放出し大阪の庶民の職を救った人情の人でもある。この時の経験から原因は基準になる価格が存在しないことで米価が混乱、値段が決まらないから売買もできず、これにより、 市中に出回る米が減少することで庶民が白い、ご飯を食べられなくなっている構造にあるといち早く、悟り、庶民のために、米の値段を下げようとして、先物取引を制度化し、公明盛大な取引市場を作ろうとしたのが、道島の米会所である。庶民のために、少しでも安く仕入れて、それを安く提供するまた、 価格変動リスクをヘッジすることで安定化を図るというメカニズムを創設し、商売と相場の基本を頭で悟りそして実行した先進的事業家である。渋沢栄一と共に京都、織物株式会社の創設するなど幅広く産業の発展に尽力した。それら事業で成した財は、その後も大阪経済界と庶民のために使い、 大阪府立医学校や大阪府病院の創設にも、その財を帰宅している。長男の磯野良吉は、現在の住友大阪セメントの前身企業である、大阪洋業セメント株式会社を1926年に、設立、初代社長となる。あと、大阪洋業大火ンガ株式会社も創設。有馬鉄道株式会社の発起人となり、大正四年には、三田有馬館を、 上気機関車で開通させるなど、関西経済圏の発展に尽力した人物である。また孫の道子は、紅葉中学で、甲子園に、慶応義塾体育会野球部で活躍し、野球伝道博物館の戦没野球人モニュメントに刻まれている旧理性を生んでいる。紀縁というべきか、同じく孫の磯野三郎は、1915年代1回全国、 中東学校優勝野球大会の優勝校、京都日中のメンバーの一人である。磯野小右衛門の夜社後には、アデコ株式会社の元社長の奥村信介がいる。磯野小右衛門は、井上薫の娘であった危機を養女にしたが、危機は後に、井上聖に戻った。また、柴良太郎の小説、にわかにも登場している。墓所は、大阪市北霊園、ながらぼにあり、 現在でも株式証券やコモディティなど市場相場関係者が伝説の相場師で実業家であった磯野小右衛門のその単力とサイトに思いを寄せあやかるべく訪れることも多い。ありがとうございます。